にちは、県民生協のまいまいです。今回は鶴がきらめきに新たにオープンしたサービス付き高齢者向け住宅について紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。鶴がきらめきは鶴ヶ市中心部から少し離れた閑静な住宅街にあります。これまで居宅介護支援、訪問介護、認知症対応デイサービス、小規模多機能型居宅介護の4つの事業を行っていましたが、新たにサービス付き高齢者向け住宅の事業がスタートしました。サービス付き高齢者向け住宅とは、食事と安否確認サービスがついている住居となっており、60歳以上の組合員の方でしたら利用ができます。今日は鶴がきらめきの内村施設長に、鶴がきらめきのサービス付き高齢者向け住宅について教えていただきます。内村さん、よろしくお願いいたします。鶴がきらめきの特徴について教えてください。はい、鶴がきらめきは周辺1キロ圏内に医療機関やコンビニ、公民館もあるほか、生協のお店ハーツ鶴ヶ店からお買い物バスやハーツ便の利用も可能です。またコープの宅配を利用し、敷地内の宅配ステーションでの受け取りもでき、生活必需品が手軽に揃う暮らしやすい環境となっています。鶴がきらめきのサービス付き高齢者向け住宅の特徴について教えてください。はい、建物は木造平屋建て、全15室で、室内は車椅子でも使用可能なトイレと洗面所を設置しています。屋外にはテラスや菜園スペースもあり、趣味や日課を続けながら地域の皆さんと交流が持てるように活用していきます。内村さん、今後の鶴がきらめきへの思いについて教えていただいてもいいですか？はい、そうですね、年齢を重ねていくとどうしてもこう、体ですね、筋力の変化であったり、やっぱりそういったところで、人生諦めてほしくないなっていうふうに僕は考えてます。なので鶴がきらめきをご利用していただくことで、と難しいな、もうできないかなって思ったこともまたできるようになって、あ、諦めなくていいんだっていうふうになってもらえるっていうところをやっぱ目指していきたいと思いますので、住宅のところもそうですけれども、もともとの、鶴がきらめきのサービスもありますので、そういった介護が必要になっても、病気があったとしても自分らしく暮らし続けられるっていうきらめきをつけていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。県民生協の介護事業は県内全域に事業所があり、あなたらしさいつまでもを基本理念にしています。今後もサービスを利用する人や働く人、地域の人みんなが一緒になって、地域での安全安心な暮らしづくりを行っていきます。